い、MFD 神戸店です。今日はスズキのマイナーチェンジされた車両の紹介をしたいと思います。それがこちらですね。はい、 SV650X、 これの紹介をしたいと思います。多分これを見てパッと見前回のモデルと何が変わっているのか多分ね、分かりにくいとは思うんですけども、それの紹介をしたいと思います。で、前回の SV シリーズのウィークポイントだったところが強化されてきてます。で、まずはですね、このカラーリングほとんど変わってないんですけど、このシートの色が変わってます。焦げ茶っぽいシートの色ですね。前回は、灰色のやつがついてたんですけど、今回焦げ茶になってます。で、一番のポイント、ここですね。はい、見てわかりますかね。パッと見、まあ普通にホイールキャリパーがついてるだけなんですけど、このキャリパーが、前回までは片押しの2ポットっていうタイプのキャリパー、これが今度4ポットと言われるキャリパーに変更になってきました。それで価格は以前と据え置きっていう形ですね。まあ、なんで4ポットっていうのは、まあ、もちろんこれある程度ですね、650結構走るんですよ。それで、多分通常使っている分には全然問題ないんですけども、やっぱりちょっとハードな走行をすると物足りなくなってくる、多分そういったことがあったんだと思います。で、車体本体はですね、もう全然変わりがないです。その他は、前にですね、試乗車を使ってまあ、乗りながら、まあ、撮ってる動画があるので、もしよければそちらも見ていただければと思うんですけども、 X に関してはだいたいこんな感じですね。うん、で、やっぱり多分気になってる方っていうのは、ハンドルがセパハンなので、そこが気になってると思うんですよね。まあ、一度原車をまたがっていただいた方が間違いないと思います。で、ポジション的に辛いって思ったら、普通の SV もあるので、それにまたがっていただいて、ポジションを比べてもらった方がいいと思います。ただ、またがってもらって、これはちょっときついなっていう感じでもないと思うんですね。個人的には、全然これだったらいけるなっていうポジションなので、ぜひMFD 神戸店までまたがりに来てください。それではまた。